イメラジオ第5124回、今日は令和5年6月2日金曜日です。時刻は午後6時半、横浜港北、雨の夕方となりましたね。もうすぐ日が暮れると思います。ただし6月の2日、1年で一番日が長い頃、まだ空は光がありますよ。さて、今日はオンライン授業が4つあるんですが、その合間を使っての夢ラジオ、今回は大館芳明高校山岳部、岩木山遭難事故、こんなタイトルでお話しましょう。秋田県の県立高校大館芳明、そこの山岳部のみんなが遭難した。岩木山でね、5人帰らなかった。1964年ですから、もう60年ほど前の話なんですよ。だから覚えてる人はいないと思うんですが、まあ、大きな事件で、で当時は今と違って山に対する考え方も非常に原始的でしたから、今回みたいな遭難も起きたんですね。大館芳明って秋田県の進学校で、秋田の上の方にありますよ。でこの岩木山っていうのは弘前市にあって、青森の西側、左側ですから、だから大館芳明高校に通う高校生から見て、岩木山ってもう馴染みのある山なんですよ。もう夏山は何回も行ってる、もう散歩をしに行くような感覚だったとも言っていい。だけど雪山に挑戦しよう。で顧問もいたんですけど、山岳部に顧問ついて行ってなかった。で1月で高3はもう卒業ですから、受験もあるし、高2と高1で行ってるわけですよ、山岳部。1月の4日で6人で行ったんですね、6人で。で1月4日に待ち合わせしようっていう時に、2年生のニューイ君が随分遅れてきたんですよ。後のやつらみんなイライラして、何やってんだニューイのやつで、結局遅れてやってきて、だからそこから岩木山に行こうとしてるんですけど、もう岩木山に着いて、でそんなにもう登れないわけですね。正午から登り始めた。本当は9時ぐらいから登ろうとしてたんですけど、正午から。ですから、まあ、ちょっと上がった小屋みたいなところで1月4日は吐くと。本当はこの1月4日の時点で、そのもうちょっと上の焼け止まりっていうキャンプ場があって、この焼け止まりにもし1月4日の時点で行けてたら、この日は晴れてた。で翌1月5日も晴れていたので、その1月5日に冬山の岩木山を登頂していただろう。だから帰ってこれてたはずなんですよ。だからこのニューイ君が遅れてきたっていうのはね、ものすごい実はこの遭難事故の遠い原因になってるんですよ。ただこれ、この子を責めるのもちょっとかわいそうだっていうんであんまり言われないんだけど、まあ後の目から見れば、あの時遅れてこなかったら、つまり1月4日予定通り朝の9時から登山を始めていたら、1月4日のうちにもっと上の焼け止まりのところで泊まって、そして1月5日に山頂まで行って、で1月5日のうちに帰ってこれたのにと、何も起きなかったのにと。でこの岩木山っていうのは
津軽の富士って言われたりして1600メートル級なんですよ。ただし登りにくい山ではなく、特に夏山なんかはもうさっきお話したようにハイキング感覚で行けるとはいえ、まあ時間はかかりますよ。行って帰ったらだいたい10時間、行って帰ったらだいたい10時間、半日はかかるかなと。どこか小屋で泊まるとして、で2日ぐらいの行程で行けばゆっくり景色も楽しめるよね。気候さえ良ければ、天気さえ良ければってことです。で1月4日は下の小屋で一泊し、で2日目1月5日にそのさっきからお話している焼け止まりのキャンプ場に着いて、これ2時間ぐらいで着いたのでまだ午前中だったんだけど無理はしないっていうことで、で空も晴れてたんですよ。よし明日だということで、この日はそれで頂上を目指さなかった。ところがこの1月6日、この1月6日に朝からまあ雪降ってるわけですよ。けれどまあ行くぞと。でここで2年生の部員三倉が、俺もうこれ以上進めないっていうふうに言ってきたんですよ。でそれは当然で、もともと三倉は今回の岩木さん校には行く予定はなく、なんか急遽呼ばれてきて、だから冬山の装備してなかったんですよ。だからこれ以上進めないってことで、三倉はじゃあお前焼け止まりのキャンプ場に残っていてくれって言われて、まあしょうがないよねって言うんで、5人で出発したわけですね。でリーダーの石田で、遅れてきたニューイー、そして生き残った村井、そしてもう一人2年生で畠山で、1年生は金沢くんでしたね。この5人で1月6日の朝出発したんですよ。8時ぐらいだったかな、朝の。でも雪降ってるんですよ。で天気もあんま良くないんですが、前日とは打って変わってね、行けると思って行ったんですね。でやっぱ高校生の足ですから、8時に出発して、その焼け止まりのキャンプ場からは3時間で登頂してるんですよ、午前11時と。で頂上には石室があったのでね、ちょっと石のなんか祠みたいな、そこに我々11時に山頂に来ましたって5人の名前が書いてあって、そのノートをそこに置いていったんですよ。来たぞって、冬山の岩木さん登頂したのは俺たちだと。ところがもうそれが11時なんだけど、12時ぐらいまでいたんですね。でご飯も食べたんでしょう。でそんなことせずに、まあまたパッと降りればよかったんだけど、その辺からビュービュー吹雪になった。つまり夏山と冬山は違う。これがこの遭難事故の最大の教訓なんですよ。夏山と冬山は違う。一気に天気が変わる。夏山のあの時の散歩がてらに来ていた岩木さんではなかった。昨日までのあの好天が、良い天気が嘘のように、しかも午前中はまだ登れてたのに、もうお昼になった途端急変、天気がね。で気温がもう零下、そして風が20メートル、20メートルって大型台風みたいな風で、だから体感としてはマイナス20度ぐらいのところにいた感じなんですよ。前が見えない。でこの百沢っていう山道、百沢登山道、この5人は上がっていて、で百沢登山道から戻ろうとしてたんですけど、見えないもんだから全く逆の登山道から降り始めた。2時間経っても全然焼け止まりキャンプ場に行ける雰囲気じゃない、やばいと。でこの時点でもう午後2時ぐらいになってるよね。それでここからどうしよう。セオリーとしては頂上に登る方がいいんですよ。もう一回来た道を登って違う、ね、登山道を降りちゃったんだから、もう一回百沢登山道を探して百沢登山道から降りていった方がいいんだけど、もうせっかく2時間も降りてると、雪の中苦労して、
で、登るのは大変なんですよね、やっぱ雪で。このまま下ってれば、どこかにはぶち当たるぞと、民家には必ずぶち当たると、このまま下ろう。最終的にはこういう結論になったんですよ。ただし、夕方の5時ぐらいにビバークと、もう進めないと、辺りも暗くなってきてる。1月6日、1月だからね。で、この時にリーダーの石田がもう非常に疲れてるんですよ。やっぱり責任感じてただろうし、で、こんなところに来てしまったっていう、負い目みたいなのもあったでしょう。あとね、磁石も地図もね、強風で吹き飛ばされてるっていうから、まぬけな話で、だからもう勘で降りてるんですよ、これ。なんせ下ってればなんとかなるって、もう素人なんだけど、これが高校山岳部の当時のレベルなんですね。で、翌1月7日で、行くぞって出発はしたんだけど、リーダーの石田がもうヘトヘトになってて、一人で歩けない。この日も結局雪の中でビバーク。で、この1月7日に夜んですよ。入院がね、遅れてきた入院が、これもやっぱり責任感じたのか、俺が先に行ってちょっと知らせてくる、道も作っておくから、俺の足跡をたどってお前ら降りてくれって言って、でもうみんな意識朦朧としてるわけですよ、実は1月7日の夜は。入院が行っちゃったんで、あれ、だから気がついたらいないん、彼が出てっちゃってる。で、入院としてはそんな、いつ頃出て行ったのか不明で、1月7日の夜から1月8日の明け方にかけて、まあ明るい時期、明るい風になってからなのか、それともヘッドライト持ってたのかはともかく、行っちゃったんですよ、装備全部置いて。で、じゃあ1月の8日になりますよね。で、じゃあ行くかって思ったら、リーダーの石田がもう動かない。そして下級生、1年生の金沢、こいつも動かない。二人とも目は開いてんだけど、もう反応しなくなっちゃってる。やばいと。でももう、及びかけても動かない。石田とか、金沢、じゃあもう、必ず待ってろって言って、赤い旗を立てて、目印の。で、残ったのは、村井と畠山、2年生部員ですよね。入院は、もう先に行っちゃって、だから入院の足跡をたどりながら、降りていったんだけど、やっぱり外吹雪いてて、結局、この1月8日もビバークと、かなり降りたつもりなんだけど、到達しない。この1月8日の夜、ここで畠山も動かなくなった。村井はまだ頑張れたから、村井はビスケットとか、その燃料とか、あとラジオですね、ラジオを畠山の耳に入れて、遭難情報を聞いてろ、もう畠山返事しないんだけど、で、1月9日の朝、今度はもう村井一人で、なんか「入院」とかって叫びながら、入院の足跡を追って、こう降りていったんですね。ところが1月9日も、結局、山から降りられず、で、この時ビバークと、もう限界なんですよ、この辺が。1月9日の夜が。村井一人でビバークと、穴掘って夜を明かす。で、1月の10日、この時はね、ちょっと晴れてたんですよ。だからまあ、最後の力を振り絞って、村井は、もう一人になってんだけど、入院の足跡を追って、こう、降りていったら、牧場みたいなところに出て、あれ、ここなんだって言ったら、人の声がするんですね。だから、おーいって言ってみたら、向こうからも、誰だーって言ってくるので、救助隊員だった。助かった。頂上まで行った5人のうち助かったのはこの村井だけなんですよ。で、救助隊員が来た時に、入井が下にいるんです、助けてあげてください。
これが1月の10日で、遭難したのが1月の6日だから3日以上持ってるわけですよね。この村井君、そのすごい精神力というか、足の感覚はもう最後なかったっていうんだけど、それでも体を動かしてたんですよ。でこの1月10日に村井が発見されて、それで村井の口からどんな遭難状況だったのか語られ、でね、一人焼け止まりのベースキャンプに残ってた三倉いますよね。でこの三倉も心配で、1月6日の彼らが登っていった後、午後3時頃には下山してくるって言ってるのに帰ってこないから、で、あ、人の声がするから帰ってきたのかなと思ったら、同じく焼け止まりに弘前高校のね、山岳部がテント張り始めたんですよ。で説明して、明日一緒に行かせてくださいって。だから三倉は装備がないから頂上に行くのやめたのに、もう探さないとってことで、弘前高校が明日ね、つまり1月の7日に頂上を目指すって言うから、それに一緒に連れてってくれと。弘前高校の山岳部もいいよって言ったんだけど、この三倉がまた眠れなかったらしく、その翌1月7日になってもうヘトヘトで、君もうダメだぞと、頂上なんか無理だって言うんで、でもあいつらは帰ってこない。だからこの弘前高校の者たちがこの三倉と一緒に、じゃあもう下山して知らせようと、で山降りていって、かなり吹雪いてたんですけど、下もね。ほんで民宿のおじさんに連絡してもらった。それでこれが1月の7日これで動き始めたわけなんですよね。で岩木山っていうのは遭難が起きない山で、なぜかというと登りやすい山だし、で冬誰も行かないから、で夏山っていうと遭難なんかしない。だから冬の岩木山の遭難事故に備えが警察にも、あと営林署にもなかった。だからそれをまず備えるのに時間がかかり、で1月7日に知らせが来たんですけど、その日は天気も悪いということで、1月の8日から捜索が始まって、8日9日で百沢方面を主に捜索したんですけど、見当たらない。当たり前で、反対側の方からね、大鳴沢の方から降りてますから、彼らは。でもともとね、山に詳しい人が迷ってで遭難してるんだら、頂上からそんなに遠くは行ってないだろうし、全方位で探した方がいいって、百沢方面ばっかり探しちゃダメだって言ってたんだけど、それが無視されて、百沢方面、つまり来た道の方を探して誰もいないと。で10日目になって、ようやくちょっと違う方面も、そうすると足跡があった。でその足跡をたどっていって、さっきの村井くんにたどり着いたわけだね。その村井君の証言から、旗を立てていたリーダーの石田と1年生の金沢、リーダーの石田がもう金沢を抱きかかえるようにして発見されたようですね。もう凍死ですよ。体カチカチになってますよね。でもね、石田の手にはマッチと木の葉っぱが握られてたっていうのでね、だから目開いたままもう動かないのかと思ってたけど、やっぱその後息吹き返して何かしようとしたんだね、彼、石田君はリーダーで。だけどもう何もできずに、最後は金沢を抱きしめるようにして亡くなっていた。そこからちょっと降りたところで、今度は畠山も耳にラジオのイヤリングじゃない、ラジオのイヤホンつけたままけどね、5メートルぐらいは移動してんですよ。だから村井が「おい畠山、しっかりしろ」って言って返事がなかった時から、やっぱりまた動いてんだよね、畠山君も。けど5メートルほど動いて絶命と。で最後「俺が先に行って」って言って、その足跡をたどっていった村井君が足跡をたどっていったその入院、
この人は14日にやっと見つかって、もう少しで下山というところで倒れてた。だから百沢方面ばっかり探さずに、最初から全方位で探していれば、この入院あたりは助かったんじゃないか、そうも言われますね。生き残った村井君が、夏山と冬山は全然違ってた、まあ高校山岳部のレベルはこの程度と放送の途中で言いましたが、そこはもう謙虚に夏山春山この辺に登って、しかも天気のいい時にね、天気が悪いと夏山でも危険ですから、弔うしみたいになるんですよ夏山でも。ですから十分な安全で、安全が一番ですから、遭難してしまったらもう元も子もありませんのでね。本来はそんな高校や大学の分際で山なんか行かないのが一番いいと思ったし思うんですが、それでも行きたいんなら安全にも安全に、そして学校にも伝えて、そして行きたら教員の引率があった方が望ましい。とはいえ図書改正みたいに教員の引率があっても結局遭難するという、そういう時もあるんですけどね。あるいは前お話した京都府立大学の山岳部みたいに、教員が引率してるのに学生をほったらかしたみたいなとんでもない事件もあったりするんですが、まあそれは特殊なケースで、一般的には高校生だけでと、あるいは大学生だけでじゃなくて、引率があった方がいいよね、経験者のね。太宰治もこの津軽の富士岩木山については本当に好きだったっていう、そういう文章を残していますが、その岩木山でこんな事故が今から60年くらい前に起きてた。まあ今回は実名でお話ししたのは、もうその方々も今生きてらっしゃっても、村井さんとあと三倉さんですか、もういいお年でしょうから、もう問題ないだろうということで、今回は実名でお話しさせていただきました。夢ラジオ、今回は岩木山遭難事故、大館方面の山岳部ですね、お話ししました。